はい、よろしくお願いします。不思議バナー、バナ不思議、バナ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 不思議。これどうすんのこれ。まあ、初手ヒートロトムの可能性がすっげー高いんですが、私なら、どうすっかな。まあ、初手ロトムの確率が一番高いんですが、時点でキッス。ガブ、初手ガブがたまにいるんですよね。初手ガブされると、ゴルグが安定ではなくなる。まあ、バナはいると思うんですよね。バナは。キッスも覚悟。どれがいいんだろう。ヨナガールがこれあんまり刺さってる感じしないんだよね。キッスは処理してくれるんですけど。というか、これは初手ギルガルドでいいんじゃないかな。結局、ギルガルド変えるのまだ忘れてるんで、これ。なんか物理型の方でして、いつものあれじゃないという。ロトムをどうしていくか、と、バナやな。メガ進化じゃないのは期待できそうもないので、今回。左上がスカーフで、ロトムがようわからんけど、ルカリオあたりが助け持ってるんじゃないですかね、これ。ゴルーグでいいかな。ゴルーグ行ってみる、これ。ゴルーグ。いや、しかしこれ、ロトム、ゴルーグ、これ私がゴルーグを出すとき、すなわち3立てなんで、これ3立てできそうもないんですよね。そういうときにゴルーグを出すと、比較的痛い目を見るので、ギルガルドでいくか。ギルガ、ゲンガ、ヨノワかな？残り1匹。いやー、シャンデラでしょう。シャンデラ行きましょう。最近めっきり出番がないと評判のシャンデラさんですね。個人的には小さくなりたい。小さくなった方が強いかもしれませんが、それも状況によるんでね、今回は普通のアタッカーとなっております。ニューマージとかでね、ルカリオシュ、波動かシャドーボール持ってるやつだな、これ。初めて見るパターン、厄介極まりないですが、もう剣していくべきでしょう。これは多分波動ぶっぱで押してくると思うんですよね。初手ルカリオは相当来てますね。しかしこれバナの線が消えたのはすごく助かる、個人的に。助かるように見えて、実は地獄がすでに始まっている。物理かーい物理かーいって感じですが、おい、下がんのかーいって話なんですが、下がんのかーいなんですが、これは聖剣一発。OK。ルカリオも他のやつで相手すると結構厄介なんでね、ここで仕留めれたのはでかいでしょう。ここでガブリアスが来るんですよ。ほらね。さあ、ガブリアスですね。よし、縦一回挟んでいいかな。鬼火してくるかな。ルカリオで噛み砕いてくる。まあ、違和感はないか。普通に殴ってくる方が怖いような気がするんで、とりあえず縦挟みましょう。ほい。ボイーン。鬼火の可能性はあります。鬼火、丁寧ですね。ここで何をしてくるか、ここで何をしてくるかなんですね。岩なだれはまだ見せてないですね。岩なだれしますか。たたり目は、これは、うわ、オーバーヒートじゃなかったのは、やられましたね。これは、このたたり目か。なるほど。シャドーボール2発では、再現できなかった状態ですね。でこのロトムはお盆かなんかなんだろうな。お盆でしょうね、じゃあ。問題は特殊を受けるのか、物理を受けるのかがまだよく分かってないところですね。とりあえず爆弾砲になりましょう。おい。物理ですかね。この毒はでかい。この毒はでかい。お盆発動。しかし毒で、お盆発動してもこれギリギリ。オッケーオッケー。十分十分。鬼 B。しかし当たらない。なるほど。しかし、これは殴った方が良かったんじゃないかなと思いつつ、爆弾で無慈悲に葬り去りましょう。ガブちゃん来るかな？ここで来るとしたらガブちゃん。オッケー、いらっしゃい。おもてなし。おもてなし。さあ、こんだけ爆弾見せとったらね、もうそら、しかし毒になるんですね。はい。
まあ、今のはシャドーボーで良かったかもしれませんが、シャドーボーとシャインでギリギリ落ちたかな。あ、スカーフか、こいつ。あ、スカーフか、じゃないぞ。これ相当やばくないか。これ相当やばくないか。これ相当やばいやつじゃない。ズドーン。あれ、これやばくね。スカーフガバ検討してねえんだよな。これやばいやつだな。どうしよっかな。どうしよっかな。うん、どうしよっかな。混乱しない、しないだと。バカな、バカな、やめろ。風船でせっかく浮いてるのに、風船で浮いてきたのに、今日のために頑張って頑張って風船で浮いてきたのに、激に無慈悲、無慈悲だ。しかし私のシャンデラなら耐えるんですよ。普通に耐えた、全然感動もなかった、至って普通だった。さあトリックルーム、絶望の空間へようこそ。さあシャンデラのお部屋、さあここに入ってきたが、最後あなたは生きて帰ることはできないのですよ。あっ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 、まず一匹ギャムちゃん撃破、そして次がロトムで、ロトムの素早さ種族値って685だったと記憶してるんですよね。85だから抜けるでしょ。 OK、 さようなら、あなたは強敵だった、ロトムよ。鬼火たたり目が有効に決まったのは初めて見ましたね。対戦ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。あー負けそうくっそ情けない声出ましたが、あー、ヌメルゴンか。ヌメルゴンきついんだよな。ヌメルゴンきついんだよな。あー、初手ギャラやと思うな。初手ギャラ。初手ギャラ出して、リザードン控えてくるか。これリザードンは多分特殊だな。幸いにも Y でしょう。しかしこれギャラどうすっか。ギャラどうすっかですね、これ。ギャラが重たい、このパーティー。パンプ人とかがいれば大丈夫なんですが、今回は外していますので、ジュペッタ行くか。じゃあもうジュペッタガルド出したらドサイドンがマックスやばいんでマックスやばいんで、ゲンガーよっか、シャンデラか、これキーキキキキキー、ナットレイ、ヘラクロスもいますからね、シャンデラの方が良さそうではあります。いや、しかしこれね、結局ドサイドンがきついっていう事実は変わってないっていう、あれなんですけど。どう、ちょっと待ってな、ちょ、岩技の一貫性やばいんよな。岩技の一貫性ないけど、あれあれ、ドサイドンの一貫性がやばい。ジュペッタ、ギルガルドに自信出して、シャンデラに岩技でなんかもうピューンやから。いや、でもそれはゲンガーでも一緒か。ロックブラストやったらタスキごと貫通して死ぬだけだし、ゴルーグは微妙に火力足りてないし、物理だしなーってなると、まあシャンデラでいいんじゃないですかね。いいんじゃないですか。まあ、初手はギャラだと思うんですね。ギャラ。初手ギャラで、で、ジュペッタ来たら、ジュペッタじゃない。リザードン来たらもう降参の流れですね、完全に。リザードンは後ろに控えてる方がなんか、確率的には多かった気がする。12人中、3人ぐらいしか初手で出してこないイメージなんですよ。これはギャラでしょう。はい。やばい。やばい。これやばい。いきなりどん底アタッカーかましてくる。弾でございますか。あー、守る、挟むよか、鬼火入れよ。もう最初から鬼火。ぶっ込んでいきましょう。変えてない。かまどサイドは受けるのもしんどいなぁ。というか受けるのは無理でしょうね。後ろに、あいつがいる可能性あるんですね。ギャラドス。ってなると、ジュペッタは温存したいところ、地震攻撃。いやぁ、効くなぁ。
じゃあ守るでちょっと単稼ぎましょう。入れ替えてくる可能性もありますが、さてどう出ますかね。おっと居座り、居座って何をしてくるか。もう一回自陣打ってくれんかな、もう一回自陣打ってくれんかな。ロックブラスト技変えてくる、技変えてくるか、困るなそれ。それ困りますね。技変えられるとこれ金縛り読んでくるな。ここで技を変えたってことは金縛りを読んでるもんな、どう考えても。ロックブラスト封じとく、とりあえずロックブラストとりあえず封じるか。ロックブラストとりあえず止めよう。深読みでなんか失敗しそうな気配を感じたんで、ここはロックブラスト止めときましょう。地震、とりあえずこれで地震しか打てない機械誕生。死んでるー、乱数やったか。ちょっとちょっとちょっと、地震しか打てない機械なんですが、シャンデラ出して、残り何かなんですね、こいつが。何を覚えてるかなんですけど、ロックブラスト、まあ、ドラテか。ここでギャラドス交代読みたいところ。この行動の選択の速さはおそらくギャラの交換か。オッケー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 、リザドーン、リザドーン、リザドーン。なるほど。これ相手からしたら、ドヤーってところですよね。結局俺の方が有利やぞみたいな感じで。これは殴ってくる確率の方が高いので、岩なのでしときましょう。X かー、対戦ありがとうございました。X に勝つ手段ないんだなー。X に勝つ手段ないんだよなー。だいぶー、あれ勝てそうだぞ、勝てそうだぞ、これ。スイッチ。あー、なるほど。あー、そういうことね。俺、ドラゴンダイブにヒルミンがあるって初めて知ってんけど。あるんだ、みたいな。感想としてはそんな感じですね。ここのキングシールド読み読みでしょ。でも向こうとしてはここでギルガルド絶対落としたいところなんですよね。どっちにすべきか。完全なるじゃんけん。これは、まあ、龍舞許したら負けなんですよね、これ。龍舞許したら負け。もしここでギルガルド落ちても負けっすよね。俺はこの人を信じる、俺は信じてる、あなたを信じて。なんでダイブやねんなんでダイブやねん。いや、そんなん俺も知らんてみたいな、リザードのこの顔よ。いや、俺もちょっとそれはみたいな。ここでちょっと縦挟みますか。苦しいな。X 苦しいね。ほんま、リザードの X が一番きついんじゃなかろうか。道連れもね、しにくいんですよね、こいつ。竜の前使っちゃうんで、速さが逆転して、道連れ切れるまでずっと竜の前しとけばいいみたいになってしまうんで、それが非常に厄介ですね。これは美味しい。岩雪崩が安定になりましたね。落としてしまいたいな、こいつマジで。ここで仕留めたい。ま、引っ込める可能性あるな、これ。引っ込める可能性はありありですね。ドライブ、しかしオッカである。硬い爪が入ってるから、それでも痛いかと思われ。耐える、さすが、余裕の馬力ですよ、これが。では、ご退場願いましょう。バトルスイッチ、ふぅ。なだれ、ゼア、オッケー。久しぶりにリザードン倒せたな。超久々なんだけど。ヘラクロン、ヘラクロン、
剣の舞ヘラクロスってたまにだけど、事故だと思いたいな、それは。それは事故ですよ。それは事故。とりあえずスイッチ、で、メガ進化してねえし。あ、まだか。この次のタイミングやったっけ？いや、違うよな。最初やんな。ブラスト、シャンデラ読みやな。あー、シャンデラ読みでございますか。言ってもな、言うことないんだよな。どうすっか、ここ読みたいところか、読むか。シャンデラ落ちてほしくねえんだよな、ここは。でもこれね、シャンデラに交換決まったら勝ちなんだよな、これ。勝ちやねんな。あ、向こうもそれ知ってるやろな。いや、つうかさ、もうシャンデラ出してさ、もうシャドーボールと、解放者打ったら勝ちだね、これ。鍵打ちでいいよな、これ。そうだよ、鍵打ちでいいよ、これ。安定コードを、何を悩んでいたんだ、私は。申し訳ない。これでオッケー。ロックブラスト。にゃーん。そらな、剣の部分に当たったらへし折れますもんね。そら救助ですわ。そういう観点で言えば全身救助になるんですが、こいつ。もう一回影打ち。これは、勝ちましたね。もう、シャドーボール2発で、いけるでしょう。ブラスト。やっぱ。読みとかって、ひよったら、負けなんだな。さっきのキングシールドも最初からしとけばよかったな。リザードン X に対して。いや、しかし、あれは結果論か。あれは結果論やわ。難しいね。ポケモンって難しいね。ポケモンって超難しいっすね。まあ、ネミはネミでサイコキネシス、しときますか。は？ちょっと、耐久に振っててよかったけど、耐久に振っててよかったけど、ちょっと、止まって、離して、あぶねえ、あぶねえ、え？うわ、え？あれ、そんな遅かったっけ、うちのシャンデラ。まあいいや。まあいいや。これは、あれ？もしかして耐えちゃうこれ。思った以上に体力あるんですけど、こいつ。いや、でも、当倍シャドボは、大丈夫でしょう。価値格なんだよな。ヒヤヒヤした。大変ありがとうございました。シャンデラ活躍、いいよ。今日シャンデラ活躍してる。はい、よろしくお願いします。ジバコか、ロトムが来ますね、これは。初手、ジバコか、ロトムだと思います。で、残り警戒すべきは、なんだろうな、これむしろ電気2匹来るんじゃねえか、マジで。電気2匹あり得るな。電気2匹あり得ますよ、これ。ゲンガーヨノは、ゲンガーヨノまであと一匹。シャンデラヨカジュペッチョア。ジュペッチョアの方がいいと思います。よし。粉砕して見せましょう。間違いなく相手の方はロートモを出します。っていうパターンでしょうね。たまにドロップオン打たれるんですが、7割ボルチェン。残り2割がなんかよくわからん技。そこが大事やねんけど。そこが大事なんですけどね。よろしくお願いします。はい、ロトム。ボルチェンまで考えましょう。ってなるとね、ヘドバック打ちたいんだけど、あ、ヘドバックでいいか。スカーフがあるんだよな。スカーフロトムだと、ヘドバック向こうワロスなんだけど、これ、シャドボ打つとガルーラワロスなんですよね。どうしよっかな。ここはまあ、ゲンガー来たら、ゲンガ来ないし、いや、ジバコ来るか、これ。シャドボだともしじゃ、わかんねえ。わかんねえや。うれふぅはい、特殊型かな、これは。特殊耐久のロトムやな。壁
壁か。バトンあるか、これバトンあるな。バトン警戒した方がいいですね、これ。壁は、わざわざ壁張ってきたとなると。あ、引っ込めたってことは地箱来ますね。オッケーオッケーオッケー。で、地箱の確認成功して、ここよなぁ。ユノマ出しましょう。ボルトチェンジか、これ。ボルトチェンジかな、相手は。壁を張っ、でも地箱ってことはもうバトンではないよな。うん。加速バトンの相手にしては自爆はそこまで相性がいいとは思わないので、メザパん？そうか、アナライズか、このダメージ自身読まれるかなイントネーションおかしいんですけど、自身読まれるかな、読まれそうだな。この状況で世の中の交代うさんくさいにも程があるから、河原割っとくよ、これ。河原割っといた方がいいの、景色だな。河原割る、安定は河原割る方が。河原割っときましょう。1個目でロトムかな、もう一回。自信浮遊ですか、セルシー。ロトム、オッケー。あなたが先ほど行った仕事を全てなかったことにして差し上げましょう。無駄ーっす。絶望。ごつめー地味に仕事するね、このボトム。オッケーオッケー。最後に壁を張って、くたばりたいところでしょうが、それは許さない。このままお亡くなりになってもらいましょう。このごつめが地味に痛い。この次にどっちが出てくるか、まだジバコ出してくれんかな。ジバコ、ジバコ。まあ、来るわけないな。来るわけないんだよな。威嚇で下がったから残す意味が果てしなくないので、ゲンガー出しましょう、一旦。で、残りのメンバーがこれ揃いも揃ってゲンガーより遅いし、先制技も確かなかったと記憶してます。なので、ここは、安定技打って勝っていきたいところ。タスキですね。これミスで警戒されるか。そのまま攻めてもいいんですがね。ビルドアップ、グランブルでビルドアップってあんのかな。不意打ちはあったような気がすんねんけど、グランブルすっげえ不意打ちはあった気がする。道連れしとこ、一旦。オッケー、これ攻撃してきてるんじゃないの。噛み砕く。オッケーオッケー。じゃあ残りの磁場コイルを丁寧に優しく、これね、もうティッシュで包み込むようにね、料理して対戦終了となるでしょう。ヨノバ降臨園。さあ、おもてなしや、おもてなしや、これは。いらっしゃい。あ、ヨノバな、お見通しの方がいいよね、絶対、このヨノバ。いやー、お見通し欲しいねんけどな。もう、霊界の布のね、在庫もつきましてね。もう、大変なんですよ、いろいろと。バトルポイントもないんですよね、今。自信しよっか。安定。ジルマンボルト、アナライズじゃないんですよ、それ。あれ？やられたー。やられ、ちょっと、これやばくねえか。これやばくねえか。あれ？これ一転して俺追い詰められてんねんけど、一転して追い詰められてますね、これ。あれ？メガネか！空強いわ。でも、これ、メガネか。納得ですね、この火力。しかし、これ相手には絶望していただくことになるでしょう。はーい、どうもこんにちは。リペットだよ。守る。10万ボルト怖い。怖いぜ、10万ボルト。当たったらひとたまりもないぜ。当たらないけどな。ゲームセッツ。うはははは。これがあるから強いんだよな、たまにやけど。たまにこういうのがあるから強い。では、ここからゆっくりこってり、じっくりねっとりこってり料理してあげましょう、オニビー。あれ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 、まだ諦めない。しかしこれは
これは無駄な抵抗を鬼火を巻くことによって相手を絶望でいざなう。よし、これもう一回、これなあの、もう一回ちゃんとタイミング見計らって、もういけるか。もういけるかな。いやー、でも磁場コイルのさ、磁場コイルの物理耐久舐めたらあかんと思うんですよね。さあ、削って、やけど、守るで、8角ですね。よし。最後まで油断しない。最後まで油断せずに、これで終わり。これがジュペッタだ。これがジュペッタだ。対戦ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。パート6終了後の後語り。今回の話す内容としてはですね、他の動画についてですかね。そろそろネタ動画また上げ直せよというふうに私自身も思ってるんですが、ボケボンが微妙に足りないので作ることができません。ご了承、ご了承。例えばね、H ダリさん。ちょっとね、本名明かせないんですけどね。H ダリさんの動画はね、ちょっと息のいい恋が、ちょっと仕入れできてないんで、その恋のね、仕入れが終わり次第作れるんですね。なのでもうちょっとお待ちください。で、次に話すことは何なんだろうな。